昭和38年10月、東京オリンピックを1年後に控え、東京国際スポーツ大会が開かれた。柔道中量級の決勝は、中央大学の岡野勲と韓国金義泰選手との間で行われた。6分過ぎ、岡野の右背負い投げが鮮やかに決まった。釣り込んでから左に回りながら投げたキレの良い右背負い投げであった。この優勝で岡野は東京オリンピックの代表の座を確定的なものにした。岡野勲は昭和19年1月、茨城県龍ケ崎市で3人兄弟の次男として生まれた。中学1年から柔道を始めた岡野はめきめきと力をつけ、龍ケ崎一高時代インターハイ個人戦で3位、昭和36年の秋田国体では優勝の原動力となり、早くからその素質が期待されていた。昭和34年の全日本選手権決勝は、神永明夫五段と初出場の猪熊勲四段との対戦となった。残り30秒、猪熊の一本背負いが技ありとなり、21歳の史上最年少チャンピオンが誕生した。この試合を見て岡野は、よし、俺も全日本のタイトルを取ろうと思ったという。岡野が初めて習った技は右の背負い投げだった。次いで小内刈りを習い、中学の終わり頃には袖釣り込み腰もできるようになった。中央大学に入ってからの岡野の稽古量は周りがびっくりするほどであった。この打ち込みに1時間以上もかけることも多かった。岡野はほどほどとかまあまあということを好まず、稽古も試合も気を抜いたことはなく、その集中力は研ぎ澄まされていた。小さいものが大きなものを倒すには一発では難しい。いろいろと連絡技で攻め、相手が技を返そうとするところを自分の得意技に持っていく。立ち技も寝技も同じようにでき、オールラウンドな柔道ができなければと、岡野は新しい技の開発に努め、年に一つか二つの技をマスターしていった。昭和39年10月10日、東京オリンピックは秋晴れの国立競技場で幕を開けた。参加国は94カ国、人々の目がオリンピックに集中した。柔道は新装だった日本武道館で行われた。4つの全階級制覇を目指す日本は、初日軽量級の中谷が期待に応えてまず優勝、2日目の中量級に岡野勲が登場した。第1日軽量級中谷の優勝で幕を開けました日本柔道、2日目は日本期待の岡野の登場です。中量級は25人の出場、3人ずつのグループによるリーグ戦で決勝トーナメントの進出が決まります。岡野の初戦はポルトガルのマトス。岡野、小内刈り、大きく相手の体が崩れました。余裕を見せます岡野。得意の背負い投げ、一本でやります。わずか44秒で決まりました。170センチ、78キロの岡野、得意の背負い投げで
初戦ポルトガルのマトスを投げ飛ばしました。予選リーグを危なげなく勝ち上がった岡野、トーナメントの初戦はフランスのグロッサンでやります。このグロッサンは内股や巴投げなどを得意にしております。試合が始まりまして、よく飛び跳ねます岡野、相手の襟を取りました。グロッサンは岡野の背負い投げを警戒して腰を引き、地ごたえ気味の構えであります。岡野、小内刈り決まりました。しかし技ありであります。相手が背負いを警戒して腰を引くところ、逆に背負いと見せての小内刈りが鮮やかに決まりまして、まず技ありを取って試合を優位に進めます。今度はグロッサンの攻撃、しかしうまくかわしました。岡野上になって攻めます。締めに入りました。今度は逆に体をひねって相手の下になって、下から締めがありました。締めが決まっております。もう一度体をひねって、今度は逆に岡野上になりまして、上から攻めるところですが、もうすでに気を失いました。グロッサン送り襟締め一本が決まっております。今カツを入れました。岡野であります。落とした選手が自らカツを入れております。これで岡野は締めで落ちたグロッサンにカッポを施し、大丈夫かと相手を気遣った。準決勝進出を決めております。いよいよ中量級の準決勝でやります。岡野の準決勝の対戦相手は韓国の金。金は日本の天理大に留学中の選手。岡野も最大の難敵と見ています。事実上の決勝戦とみられる相手であります。岡野背負いを狙います。もう一度金、これを返しました。しかし場外、危ないところ、岡野危ないところ場外であります。小外掛け、互いによく攻め合っていますが決まっていません。岡野の背負い、今度は金が足を飛ばしますが、岡野うまく返しました。この返し技が有効ポイントとなり、岡野は金擬態を破って決勝に進出。ドイツのホフマンと対戦した。50条時期の試合の中で丁寧に一礼いたしました両者。早くもホフマン突っかけまして試合開始。岡野の一本強い、ぐるっと回りました。技はどうか、まだ何らの判定もありません。フランスのボンチェ主審、何も声をかけませんが、非常に技ありに近い有効な技でしたね。そうですね、ポイントですね、はい。今度は逆にホフマン攻勢に出まして内股を反抗しました。これは場外でやります。なかなかホフマンは張り切ってますね。岡野はちょっとこの相手の規制にびっくりしたような表情でありますが、しかしそこは自信を持っております。よく見てさばいております。1分経過と返し技、これまた大きくよろめきましたホフマン。しかし一本は分かっておりません。今度は寝ずに入りました。岡野上から攻めます。これを帯を持ちまして引っ込み返しに回っておりますが、これ岡野うまく回り込みました。相手の腕とそして首を固めました。横四方固め、抑え込みに入りました。横四方固めであります。ホフマン果敢に大きく右足を跳ね上げまして暴れております。ここです。右手もしっかりと相手の帯を掴んでいます。左は相手の股の間、ホフマン帯に手がかかりました。ぐっと回ります。25秒経過、あと2秒です。あと1秒、さあ抑え込み、一本取るかどうか。ゴング聞こえません。ゴングなりました。ゴングなりました。岡野横四方固め、横四方固め、ドイツのホフマンを破りました。1分と40秒ぐらい、日本の岡野中量級の優勝であります。優勝できてよかった。表彰台で笑顔を見せる岡野は、喜びというよりも責任を果たせてよかったという安堵感の方が強かった。喜びが実感できたのは龍ヶ崎での祝賀パレードの時だった。翌昭和40年10月、第4回世界選手権がブラジルのリオデジャネイロで行われ、岡野は中量級の日本代表として出場した。
当時は1階級2名の出場が認められ、もう一人は天理大学の山中健一選手だった。1回戦フランスのグロスさんに合わせ技一本の後、岡野の背負い投げが面白いように決まった。アメリカのグレグマン、イギリスのロス、オランダのスネーデルを破ったその背負い投げに観衆はどよめいた。準決勝は東京オリンピックで対戦した韓国の金義泰選手。岡野は小内刈り、背負い投げで激しく攻め、試合の主導権を握る。4分過ぎ、岡野の右背負い投げが決まった。決勝の相手は4試合を1本勝ちの日本、山中選手。試合は動きの速い技と技とのぶつかり合いで緊迫したものだった。岡野の右背負い投げ技あり。3分過ぎ、岡野の背負い投げが一本になった。6試合すべて一本勝ち、見事な背負い投げで優勝を成し遂げた岡野にブラジルの観衆の拍手は鳴り止まなかった。岡野の一番の得意技は左右の背負い投げである。この最大の武器は打ち込みによって基本動作と技の型が作られた。特にこの一人打ち込みは試合をイメージし、自分の柔道を振り返る意味で欠かせないものだった。木を相手に打ち込みをすると気合が乗ってくる。常に一定の足幅、つま先の方向、体の反り具合がコンスタントに形に収まるように注意して繰り返した。この打ち込みを1日1000本を目標として行った。現役時代の映像から岡野の得意技を見てみよう。右背負い投げ、腰の回転で担ぎ上げるように投げる。左一本背負い、組み際によく決まった。右の小内刈り、右手の突き上げが効いており、足の刈りも開き気味である。相手の内股を身を捨てながら投げる横車は岡野ならではの技である。全日本選手権で決めた横車は今も語り伝えられている。背負い投げから小内刈りへの連絡。背負い投げで一本を取るつもりで思い切って入る。技の切り替えが実にスピーディーである。相手の大外刈りや払い腰を左一本背負いに取る。岡野は多彩な技だけでなく、鋭い勘と読みにも優れていた。龍ヶ崎一高に入った時、岡野は90段の階段上りを1年間続け、陸上の選手にも負けない脚力を身につけた。岡野のスピードのある動きはこうした走り込みによって養われた。ウェイトトレーニングを始めたのは中央大学に入ってからだった。ウェイトトレーニングは体が十分にできていない若い時から始めると、上半身に力が入りすぎ技の上達を妨げる。
ウェイトトレーニングを始める時期や量の判断は大切であると岡野は言う。全日本のタイトルを取るという大きな目標に向かって計画を立て、激しいトレーニングと稽古を積み重ねていく岡野の自己管理は徹底していた。昭和47年の全日本チャンピオン、そしてミュンヘンオリンピック中量級ゴールドメダリスト関根忍、中央大学で岡野と共に稽古をし試合をした良きライバルである。いやもう勝てなかったですね。本当に強いし、まあ、私から見るとなんてこういう強い人がいるのかなっていう感じだったんですけど、私から見るとやっぱりなんか天才じゃないかなっていうような感じもしたんですけど、その天才プラス今のような努力が強さを保っていたんじゃないかなと思いますね。昭和41年、中央大学を卒業した岡野は、全日本のタイトルを取るためにさらに厳しい環境に身を置いて修行しようと天理大学教員となり、天理に赴いた。早朝、食事前のランニングから練習は始まった。松本康一師範も行動を共にする。当時は関東から関西に稽古に出向くという習慣はなく、それだけに岡野は緊張してトレーニングや稽古に集中した。ランニング、綱登り、柔軟体操と緑の多い恵まれた環境の中で全日本のタイトルを取ろうとする岡野の気持ちは一層高まった。この頃天理にはヨーロッパや東南アジア、ブラジルなどから多くの選手が合宿しており活気があった。授業が終わってから500畳の大道場で稽古が始まる。あれはすごいですね。ですから自分が進んで、天理の方に修行に行くということで行ったんですけど、本当にあの時代は彼、まあ、岡野さんがぐらいしか考えられないかとことじゃないかと思いますね。それとやっぱり学校の対抗意識が強かったもんですから、そういう意味でもやっぱり関西に、そして天理の方に修行に行くということは本当に大変なことじゃなかったかと思いますね。当時天理大には寝技の専門家として知られた京都府警の首席師範だった細谷文夫さんも指導に当たっていた。相手の腰にくっついて攻める岡野の寝技はこの天理での稽古で一段と磨きがかかった。夕食後も大道場で遅くまで稽古をする岡野の生活はまさに柔道一色だった。また共に稽古をした多くの外国人選手との交流は岡野にとってまたとない人生体験となった。岡野は昭和39年と41年に全日本選手権に出場しているが、
この時は上位進出がならなかった。決意も新たに3回目の出場になる昭和42年の全日本柔道は4月29日日本武道館で行われた。岡野は予選リーグで東京代表の西村選手と対戦した。特に大きい人とやった場合にはですね、まともに一発食らうと受け方をですね、タイミング1個球ずれるとですね、タイミング1個球ずれるともう吹っ飛んじゃうんですね。ですから基本的にはやられる前にやっちゃうというのが私の大体戦いの基本姿勢だと思うんですね。やられる前にやると。鮮やかな左一本背負いだった。この後予選リーグで全勝をした岡野は2日目の決勝トーナメントの準決勝で近畿の松坂五段と対戦した。2人の激しい攻防は決着がつかず延長戦に入った。岡野は背負い投げの連続攻撃を見せる。3分過ぎ、松坂の内股をすくい投げに変化して岡野技あり。リードされた松坂、必死の反撃を試みる。松坂の大外刈り、岡野うまく体をさばいて防ぐ。背負い投げを防ぐ松坂を押し倒して寝技に持ち込む。横四方から崩れ上四方固めに決める。上半身を完全に制して再び横四方固め。技あり合わせて1本。岡野は松坂を下して決勝に進出した。昭和42年の決勝は岡野勲五段と佐藤信行四段との対戦になった。佐藤も決勝トーナメントは送り襟締めと小内刈りの一本勝ち。準決勝では東北の佐藤浩二五段を得意の寝技で一本勝ちをし注目の一戦になった。佐藤は大内刈り体落とし、岡野は背負い投げ小内刈りで攻める。残り1分、岡野左一本背負い技あり。タイミング良い岡野の得意技だった。この後佐藤の必死の反撃も及ばず、岡野が初優勝を飾った。この試合は2人の積極的な攻防で見応えのある好試合であった。岡野はオリンピック金メダルの中谷とこの試合を除けば予選リーグから全て一本勝ちで、立ち技、寝技に優れた試合運びは見事だった。
昭和42年5月日ソ親善柔道が大阪、福岡、東京で行われた。その第一戦大阪大会はサンボとの対戦が人気を呼んで、大阪府立体育会館は熱気に包まれた。全日本チャンピオンの岡野は93キロ以下の軽重量級に出場、ミシチェンコと対戦した。ミシチェンコ巴投げから十字固め、肘関節を決められて岡野はミシチェンコの体を叩いた。チャンピオン岡野の敗退に会場は静まり返った。勝ったミシチェンコは岡野を気遣った。関節技を狙ってきたら寝技で逆に抑え込みますよと言っていた岡野、十分に稽古を積んだ寝技への自信が逆に裏目に出てしまった試合だった。勝負に絶対はないと慎重に試合をした岡野だが、敗れたショックは大きく、引退を考えたほどだった。翌昭和43年全日本選手権の決勝は、近畿代表の松坂武史五段と2連覇を狙う岡野勲五段の対戦となった。軽快な体さばきから背負い投げ小内刈りで攻める岡野、対する松坂は内股と返し技に定評があり、注目の一戦となった。試合時間は8分です。間もなく5分になろうとします。岡野巴投げから寝技に持ち込もうとするが、松坂も防御は固い。共にポイントが取れないまま残り2分、優勢勝ちに破っての決勝出場です。残り時間は1分。松坂の右打ち、また岡野宙に浮き、松坂のポイント。リードを許した岡野が猛然と反撃する。あと15秒になりました。こいこいと大きな声を発して激しく攻める。ここで時間、松坂が岡野の攻めを防ぎ切って初優勝。岡野の2連覇はならなかった。に敗れ、全日本の決勝でも敗れた岡野は辞めたいという気持ちになった。しかしこのままで終わりたくない、もう一度タイトルを取りたいという気持ちが強く湧き上がってきた。サンボ柔道に敗れてから岡野は半年以上稽古から遠ざかっていた。松坂選手に内股で投げられたのは稽古不足で体に力が入らず、相手に対応できなかったのが敗因だった。よし、もう一度やり直そう。岡野の気持ちは決まった。昭和43年、岡野は武道館職員となり、全日本のタイトルに向けてトレーニングを開始した。もう一度勝ちたいという気持ちが湧き上がり、そのことに集中した。岡野にとって走ることは大事な基本だった。勝っても負けてもこれが最後だ、そう心に決めトレーニングに励んだ。
昭和44年全日本柔道選手権2度目の優勝を狙う岡野は1回戦を送り襟締めで勝った。九州の川端五段との2回戦で見せた小内刈りと横車技ありは岡野ならではの技だった。また準決勝の東京村井五段との試合では大外刈りを見事なすくい投げで返して技あり、決勝に進出した。決勝の相手は東京警視庁の前田幸雄五段。自力のある前田は港や安西、篠巻、園田勇をすべて優勢勝ちで勝ち上がってきた。さて試合開始であります。小さな方が岡野、大きな方が前田であります。両五段です。なお決勝戦は試合時間10分、延長は1回だけ行われておりまして、延長時間は5分であります、はい、動く人は嫌だと言ってますが ねこういうタイプは一番嫌なタイプでしょうね、はい、あの人なんか前田君はこう見るのも嫌だそうですがね。随分は負けてますね。高速の上がり岡野、小外、これをちょっと肩車に背負いました。肩車に持ってきました前田。この辺は体重差が出ております。おっと、誰から小外、あれ得意ですね。ただもう今の場合はもう引き手持ってませんからね、どうしてもああいう風な中途半端な格好になってしまいましたね。左前田、右岡野です。得意の背負いの岡野、連続技、もう一度通じません。岡野が勝てば2度目の優勝。背負い投げの岡野、小外刈り、技あり。背負い残した前田を右から小外で刈りました。岡野技ありを取りました。時間は6分40秒でやります。前田、前田左打ち、また岡野捉えた。時間はほとんどありません、時間はありません。左からあっと、ゴールになりました。試合終了。白、同じく東京代表岡野勲、松本大の両副審、白2本上がりました。岡野勲五段の2回目の優勝であります。よく戦いましたね岡野君は。よくやりましたね。まあ本当に見てましてね、はい、あの小さな体でね、本当にその思い切ってね、自分の体をもう全身使ってね、はい、戦っている姿、これが本当の柔道の姿じゃないですか。そうですね、はい、背負い投げから払い腰をかけ、相手が戻るところを素早く小内刈り。技ありだったが巧みな連絡変化であった。岡野の攻撃柔道は固め技も立ち技と同じようにこなし、オールラウンドな攻防ができたことが制覇につながったと言えるだろう。中量級だけで柔道をしていたら技の開発もなく、全日本のタイトルは取れなかったのではないかと岡野は言う。2度目の優勝を成し遂げた岡野はその後引退を表明した。私はですね、25歳で、選手生活を辞めましたんで、よくどうしてそんなに早く辞めたのかという質問を受けます。まあ当時は柔道というのは無差別級、体重無差別級でやるのが当たり前だという時代だったもんですから、日常の稽古もほとんど自分より大きい人と稽古をしたというようなことで、怪我も多かったわけです。まあそういうことが、そういうことで、精神的にも肉体的にも、まあ、消耗度が大きかったということは一つ言えると思うんですね。幸い私は恵まれた選手生活を送ってきたが、柔道による怪我の数でもチャンピオンだと自負している。
右膝6回、左膝は5回ギブスをかけ、腰で6ヶ月の病院通い、神経痛は腰、足、肩、腕、そして腕脱臼、手首、捻挫、肋骨骨折、その他首を除いてはありとあらゆる怪我の経験を持つ。やはり柔道にかける情熱ですね。この燃焼の仕方というのは2通りあると思うんですね。一つは比較的短い期間に燃焼するタイプと、時間をかけて燃焼するタイプですね。私はいわばその前の方のですね、短距離型の選手であったような気がするんです。これは性格的なものが非常に強いと思いますけれども、また体が小さかったということも影響していると思うんです。もし私が長距離型の選手であったならば、私はチャンピオンになれてないんじゃないかと思うんです。引退した翌年、岡野は正規塾を発足させた。このままでは日本の柔道は世界に後れを取るのではないか。世界に通用する強い選手を作るために、素質のある若い選手を少数精鋭で指導してみたい。スタートは市川市のアパートの一室だった。岡野は稽古だけでなく、毎日の生活を共にして指導者としての第一歩を踏み出した。西村、二宮、上口、津沢ら、その後オリンピックや世界選手権で活躍した選手の他に、世界チャンピオン、オランダのルスカ選手など、世界中から柔道家が正規塾を訪れ、稽古に励んだ。1971年の重量級世界チャンピオン、オランダのルスカ選手。ミュンヘンオリンピックで金メダルを取るために3度も来日して、岡野の指導を仰いだ。金メダルを取る。その公約通り、ルスカはミュンヘンオリンピックで重量級と無差別の2階級を制した。無差別の表彰式の時、ルスカは正規塾のネームが入っているトレーナーを着て表彰台に上った。岡野は嬉しかった。しかし正規塾は発足から3年で挫折した。正規塾のようなですね、機関を作るということは教育の機関ですから、これはいつまでやればいいというようなものではないわけですね。本来半永久的に続くべきものだと思うんです。そのために一番大切なのは何かというと、やはり経済的な安定というのが大切だろうと思うんです。しかし当時私も26歳から3年間でしたので、それだけの準備をするというような余裕もなかったわけですね。ですけれども非常に短い時間ではありましたけれども、それなりの成果が出ましたので、心ある人には大きな刺激となってですね、今日少数精鋭の英才塾というのが多くなってますけれども、そういう影響は残し得たのではないかというような気がいたします。1973年、スイスのローザンヌで行われた世界柔道で、日本は全階級を制覇した。岡野はこの時コーチを務めた。モントリオールオリンピックでは6階級のうち3階級しか金メダルを取れなかった。このため岡野は責任を取ってコーチを辞任した。茨城県龍ケ崎にある流通経済大学。昭和52年、
岡野は経済学部助教授に就任以来、柔道部の指導に当たっている。東大と慶応の柔道部師範も務めているので、三者の合同稽古がよく開かれる。稽古に黙々と集中するように、疲れてからが稽古である、ある一線を越えてどれだけ稽古をしたかが大切だと岡野は言う。一本目は真後ろで払う足だよ。これはこれで払う、左で払うわけだから真後ろに一本目出しますね。1、これで2本目はやや歩幅を広めに斜め前方に、ね、これは前だろ、2本目はこうじゃなくて斜め前方に出る。そしてつま先を投げる方向に向けるわけね。だから2本目は大きめに斜め前方に出るというのが大切ですね。ただこれだけじゃまだ不十分なんだね。ここで次にこういう工夫が必要になる。これはこの間もやったけど、わかるかな、何が違うかわかるかな。何が違うかというと、だからここまでは一緒ね、ここまでは一緒。これを当てると同時にこの足を滑らせる。いいか、これをこれを滑らせる。そうすることによってワンテンポずれる。来たなと思ったところでふっとまた力が抜ける。まあ、中にはすかそうと思う人もいるだろうしね。そこで効いてくるわけ。わかるかな。最近ね、よくガッツポーズが問題になったりね、試合終わった後に負けた者が礼をしないで試合場を降りる、審判員がそれに注意もしないとか、いう場合がよく見られますね。で、あれを見てて感じるんですけどね、やはり柔道というのはもう、世界的になって、もう完全に世界のスポーツになってるわけでね、これに対してね、日本の柔道の尺度で、あるいは日本の柔道の、まあ、精神的なものも含めてですね、やり方で世界を全部こう統率していこうというのは現実問題として無理があろうかと思うんですね。ですからだけどですね、少なくとも日本人の柔道家はですね、柔道をやる者はやはり日本人がなぜ柔道をやるのかという原点から始まってですね、試合のマナー、あるいは道場での稽古の道場でのマナー、あるいは稽古のマナー、そういうものも含めてですね、やはり我々が今までやってきたものを大切にして、日本人がこれを受け継いでいかなきゃいかんと思うんですね。岡野は柔道に人生を見るという、人間が生きていくために経験する実生活のあらゆる原理が勝負であると信ずるからである。だから稽古でも試合でも一度として気を抜くことをせず、攻めの柔道に徹した。大きな目標を達成して25歳で引退したが、指導者としても柔道にかける情熱は変わらない。